ワシントンステカネロセルケーラ、ワシントンステカネラセルケーラ、ワシントンステキネーラセルクエラ、1975年4月1日体は、ブラジル、連邦直轄区ブラジリア出身の元同国代表の元サッカー選手、政治家、現役時代のポジションはフォワード、インテルナショナルやクレミオ、トルコのフェネルバフチェなどのクラブに在籍して活躍、フェネルバフチェ在籍時には、 UEFA チャンピオンズリーグの予選で、当時、小野真嗣が在籍していたフェイエールとと対戦した。しかし、クラブは本戦には進めなかった。サッカーブラジル代表としても10試合3得点の成績を残しており、2001年に日本で開催された FIFA フフコンフェデレーションズカップに出場した。フェネルバフチ入団直後の2002年11月に、練習後に共通を訴え、 巨血精神疾患と診断され、その後二度にわたり、経費的感動脈形成術を受けた。クラブ側が、契約解除するなど一時は、選手生命も危ぶまれたが、開教せずに済んだこともあり、リハビリを経て復活。2004年に加入した、ブラジルのアトレチコパラナエンセでは、復帰戦で、いきなりゴールするなど38試合で34得点を上げ、 ブラジル全国選手権一部の得点記録を塗り替えて得点王となった。2005年より東京ベルディに加入。リーグ戦で22得点を挙げた一方、首相山田拓也からの周りの選手を使うプレーを取り入れて欲しいという要求に応じなかった結果、チームはワシントン以外の攻め手を失った。結局、ワシントンが第28節から第33節まで6試合。 無得点を喫した間、チームは1分5敗で残留争いを勝ち切れず、J2 に降格。契約非行新により退団し、翌2006年に、浦和レッツに加入、26得点を挙げガンバ大阪のマグノ、アウベスと共に得点王に輝き優勝に貢献した。しかし2007年、浦和の監督に就任したホルガーをジェックと、起用法などで対立し、以下のような造反行為を繰り返した。 また、J リーグ在籍3年目を迎えたことによって、対戦相手のワシントンに対する研究が進み、マークが厳しくなった影響で前年までの得点力を発揮できなくなっていた。結局、これらがきっかけとなり、AFC チャンピオンズリーグ制覇や FIFA、クラブワールドカップでの3位獲得に貢献したものの、クラブは契約更新を行わず、浦和を退団した。2008年、 6年ぶりに母国ブラジルへ帰国し、フルミネンセに所属。1年目にして、ブラジル全国選手権一部の得点王を獲得。2009年1月、前年度の活躍が認められ、ブラジル全国選手権3連覇中の王者、サンパウロへと移籍した。2010年7月、フルミネンセへ再移籍した。元ウラーノエメルソンとチームメイトとなり、 8月1日に行われたアトレチコパラナエンセとの試合ではエメルソンと共に出場しワシントンが2点エメルソンが1点を取り3から1で勝利チーム26年ぶりのリーグ優勝を決めた最終節ではエメルソンの決勝点をアシストした2011年1月メディカルチェックでかねてから不安視されていた心臓に問題が見つかったため 現役を引退すると発表した。引退後は、実業家に転じると建設業に従事している。また、政界に進出する意向を示し、貧しい子供たちを支援するための社会プロジェクトを立ち上げた。2011年9月、民主労働党に加わり、2012年10月のカシアスドスル市議会議員選挙に立候補すると8005票を集めてトップ当選を果たした。 ペナルティキックがあまり得意な選手ではない。2005年の東京ボルト在籍時には開幕戦と負ければ J2 降格という重要な試合でも PK を外している。2006年11月23日の甲府戦では1試合で2本の PK を立て続けに GK の安倍検索にセーブされた。その後もキッカーは務めるものの決定率は高いとは言えず、 2007年6月20日の神戸戦でも、田中達也が得た PK をワシントンが蹴ったが外し、同試合でまたも田中が二度目の PK を得ると今度は、ポンテがキッカーを務めて、しっかり決めたということがあった。また、2008年7月2日のリベルタドーレス杯2008決勝、第2レグ後の PK 戦でも、フルミネンセ4人目のキッカーを務めた、ワシントンのシュートが、キーパーに止められて決着し、 初の南米クラブ王者獲得の機会を逃す結果となった。東京ボルト在籍時、交代枠がない中で GK が退場した際、急遽 GK を務めたことがある。この試合で PK を蹴ったキッカーの小笠原光雄はシュートをポストに当てて外しはしたが、ワシントンはシュートコースを読み切っていた。ちなみにこの時本来ならこの試合のサブ GK から GK 用のユニフォームを借り、 着用してプレーするのが普通だが、ワシントンはこの時ユニフォームを借りず、グローブのみを着用して PK に臨んでいた。その試合で使ったグローブは、自身が経営するバーに飾ってある。若い頃から、怪我や病気には悩まされ、両足の骨折や糖尿病を発症したこともある。そして心臓は今なお執刀医の検査をしなければならず、2006年の天皇杯を戦う裏後に、 クリスマス休暇で帰国たのも最大の理由は検査のためだった。パフォーマンスはユニフォームのエンブレムがついていることが多く、そして心臓のある左胸を叩くもの。心疾患から復帰したアトレチコパラナエンセで始めた。浦和に入団した2006年、一部の浦和サポーターがワシントンが心臓病を克服した選手であることから、ワシントンがゴールを決めるごとに、 日本心臓財団に寄付を行うチャリティー活動を始めた。この活動は賛同者を多く集め、最終的に100万円を超える額が寄付され、日本心臓財団からワシントンに感謝状が送られた。この活動を全く知らなかったワシントンは、当初不思議に思ったが、詳細を聞くと涙を流して喜び、サポーターに感謝した。これをきっかけに浦和と日本心臓財団には交流が生まれ、 ワシントンが対談した2008年以降も寄付活動や、スタジアムでのチャリティーイベントは続いている。198、120、62、985、64、11、14、33、99、8万1295、199、その他の公式戦。通算、コールスパンイコール 2AFC その他の国際公式戦。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。